始まりました TYT の釣り道なんですけども、今日はですね調理編でございますが、本日は、ここにね写真出そうかな。前回の動画でてっちゃんが釣ったマゴチを唐揚げにしましたんで、その調理編です。じゃあ今からですねてっちゃんがさばいてるところをご覧ください。どうぞ。はい、というわけでですね、今回はですね、マゴチをさばくのがこの番組3回目なんでね、今回は趣を変えてタニーが実況したいと思います。これはですね、今てっちゃんが、マゴチの背びれを取っておりますね。はい、背びれ取りましたと。でマゴチね、背びれ2つあるんでもう1個取ってます。でひっくり返しまして、あのお腹の方にもねヒレがあるんでね、このヒレも、取っていきます。これ包丁でやる人もいるんですけどね、安全にキッチンバサミですね、取りまして、鱗を取っておりますね。鱗を取る専用の道具ですね。で鱗取ったら水気を取りまして、滑るんでね、これね、エラのなんていうの、後ろエラのここから、頭を落とすために、包丁を入れております。んー、これねてっちゃんがねこの時ね、なかなか包丁がね切れなくてね、包丁トゲっちゅうの ね、 でもね全然切れなくて、頑張ってねこれね切れるんだとか文句言いながら切ってますよね。でんーしょんーしょ、ズッパッとこう、おい頭落ちました。おい、こんな感じね。でね、またこれねちょっと切れにくいんだけどね、これ腹ワタをね取っております。腹ワタですね。でこれねここにね血合いっていうのがあるんでね、この血合いを包丁とかねでちょっとガリガリやって、で水で洗い流しますと。洗い流しますね。はい、こんな感じに綺麗になります。その後もうねさばき方いろいろあると思うんですけど、もうとりあえずねここは大名おろしで3枚におろしていきます。うい、はい、これでまず1枚目、はい、もう1枚ね、もう片方をズバッとね、これズバッと、これね5倍速でお送りしますね。5倍速なんでサッとできましたね。はい、3枚おろしできました。でね、お魚の腹骨をちょっとスパッとって切りましたねこれね。はいはい、両方腹骨切りました。でこれは骨抜きですね、骨抜きにしてるってね、本当に文字通り骨抜きですよ、骨を抜くんですよこれ。マゴチはねこのちょっと骨を抜かなきゃいけないって作業がねめんどくさいみたいですね、他の魚に比べて。腹骨を取っただけじゃね取りきれない骨があるっていうことでね。で、これを唐揚げにするので一口サイズに切っていきます。一口サイズに皮を残してますね今回はね、こんな感じですね。いはい、切りました。お早いですね。ここに、塩をかけ揉み込みます。これ味付けですね、もうね味付けに入っておりますよ。これは胡椒ですね、胡椒を振って同じように揉みます。揉むというかまぶすというか、これはねおろしにんにくですね。おろしにんにくをもう適量好きなようにもうビュチュッと、これもう二部中ですね、二部中で。これね生姜すりおろしましたこの時は、これがまたいいんですよ生姜がね。で醤油を目分量でちょいとかけまして混ぜます。そこにこれ片栗粉ですね、片栗粉をパパパパーっと、もうこれもねもうてっちゃんのね、まあ料理できる人の目分量ですよ、僕になったら分かんない。でこれ混ぜました。はい、これを、十分に熱くなった油で揚げます。揚げてきます。そして揚がりましたら出します。うまそう、完成でーす。さあそれではですね、本日の食べる編はですねタニーの家からお送りしていますが、ユギちゃんですよ。
食べたボーイ食べたガール、あんまり合ってないよねそれね。まあそんなわけでね、今日はマゴチをね調理して持ってきたんで、どうぞ。ありがとうございます。ユギちゃんに食べていただきましょうということです。いつもの感じだね。そう、いつもの感じだね。中身が見えないどうせあれでしょ、ん、中に袋が何重にもなってるおい、てっちゃん、てっちゃん読まれてるぞ。1枚目1枚目な、うん、いつも通り、いつも通りだねこれね。やっぱりてっちゃんマトリョシカシステム好きだよね。まだ守らない本日はね、唐揚げにしてまいりまして。唐揚げ、そうで、僕とてっちゃんは食べました。だから味は分かってます。そう、ピーポー弁当箱。あ、うまそう。うまそうでしょ。めっちゃうまそう。食べます。はい、うん、どうですか。うまい。どうですか、うまいでしょう。うん、もう今まで一度もまずい料理なんてか出てきたことないけど、うん、うまいでしょう。身がしっかりしてるの、なんか弾力があるというか、うん、あ、でもなんかその硬いとかじゃないんだよね。そうそう、なんかふわっとしてるんだけど食べ応えあるみたいな、不思議だよね。歯切れはいいんだけど、うん、弾力がしっかりあるというか。そうそうそう、それ不思議だよね、うん、今までさ、うん、薄造りとか、うん、そういうのやったけど、フグに似てるって話じゃん、うんうん、マゴチって。でフグの唐揚げも美味しいからやってみましたよ。うまい、これうまいでしょ。うまい、食べても美味しいもん。あ、美味しい、うん、食べても。なんかね、一瞬最初口に入れるとね、うん、タコの唐揚げぐらい、うん、なんかこうしっかりした。ああ、あの多分皮も残ってるからかも。多分そうだと思う。ね、こっちにね、皮があって。もう皮があって。ね。ね。綺麗な白身だよね、これ。そうなのよ。綺麗な白身で。大きかったの結構。45ぐらいじゃないかな。まあ、ユギちゃんの65には勝てないっすよ。まだ。うん。じゃ最後。はい。これ一口でいっちゃおうかな。はい。じゃあ完食ということで、はい、これおすすめでしょ。うん、うん、じゃあ皆さんも作ってみてくださいということで、本日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではカットです。顔の近くでちょっと丸いの並べてそういう発言がもうキャラが出てる。そういう発想がなんか長澤くんと並んでるみたいじゃない。違う違う違う。待って待って。やってみろ。